かある意味こう分かりやすさみたいなのは男同士はあるけど、うん、なんか釘先たちの戦いはこう冷静さが軸になっていて、うん、そうだね、う頭に血上った方が負けみたいなとこあるかな。あ、そういうことか。うん、相手より下になりたくないっていうのが多分あるんだと思う。マウントの取り合い。マウントだよ、うん、格闘技だねもう完全に。マウントの取り合いなのかもしれないな。なるほど。だから多分、うん、釘先的にはもうそのモモさんが飛べるからさ、うん、木の上にいるって時点で多分ムカついてるんだと思うんだよね。自分より高い位置にいるっていう、何見下してんだよみたいな、うん、怖くね。ワンキレポイントあるんだと思う。なるほど、うん、それは面白い心理だね。いや男性にはあんま分かんないかもそれは、うん、あ、そういうもんなのかな、うんうん、独特。でもこの作品ディレクターも女性の方だから、あ、そうだね、藤田さん、その辺のディレクションの導き方っていうのは、うん、分かりやすかったり、分かりやすい、なんか自分も女性だけど、うん、多分そのディレクターさんは多分私よりはるかに女性気質が強い方だなって私は思うの。女性のこと分かってるなって思う。あれ、あさみちゃんはあんまり、私だから今回この役をやって、あ、分かってなかったなってとこたくさんあった。女性的なってことだろう、うん、なんかその女同士の戦いとかになると、うん、多分私はとても苦手とする分野であってあるのね。そのどっちかっていうと本人はサバサバしてるもんね。サバサバそんな、うん、卑屈だよ。あ、卑屈なのは知ってる、うん、たまにすげえ自虐してる時あるもんね、うん、すっごい。そう、自虐がもう止まらない時ある。止まらない時あるね、確かに。そう、そういう時にね、こう聞いてもらったりするけど。そうだね、そうなんだ、うん、だからできるだけやっぱそういう女の戦いってさ、ほんと気緩められないじゃん。あ、なるほどね、うん、できれば気緩めて、うん、もう負けました、もうダメですって言って生きていきたいんだよね。ではできないんだ。もうこう、あ、もう負けですってやった瞬間になんかすぐやられちゃうとか、そういうことなの、うん、多分そこでもうマウント取られちゃうんだろうね。あ、もうこの人にはもう勝てないみたいな感じになっちゃうし、うん、相手もそうしてくるっていうことなの。そうだね、あ、勝ったって思われたくないんだろうね。でも私はそういう部分の女性のところが割と苦手だったから結構避けてきたのよ。だけどまあ今回野原さんに出会って、うん、まあ、ディレクターさんにもいろんなディレクションをいただいて、うん、はあ、避けては通れぬと思って、ね、か負けないぞこの女にはっていう部分を得得しました。得得した、はい、おお、すごい、マスターした。なので私は女としても戦えると。今後この作品で女としての階段を登ったのかもしれない。登ったのかもしれないですね、うん、バトっていくよ。いや、女心って難しいですね。いや本当に、いや、でもこっちからこちらから言われて、言わせて、男だったよね、完全に江戸っ子だった。こっちとらみたいな。言わせてもらえば、まあ、男心も女心も分かんねえか。心というのは難しいのです、人ってね。はい、ということで、本日2月12日深夜1時25分から、うん、呪術廻戦第18話賢者が放送されます。楽しみですね。ね、うん、京都島以降交流会の、伏黒 VS 鴨の戦いになってきます、うん、その最中に呪霊たちが九州どうなる交流会ということで、いや、ここからまた一気に展開がガラッと変わっていくので。変わるよ ね、 ね、なんかいつまでもこうやってあの交流会が続いてね、それぞれの戦いが見れていくのかと思いき や、うん、いきや急にね、急にまたグッと緊迫感が、うん、高まりますよね。高まるので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします、はい。